ノベンバー市のスタジアムで平和式典が開かれる。戦争下にあえぐ市民を励まそうという副大統領閣下の演説が行われる。ついては、なんだ、君たちに式典上空での展示飛行が求められた。気をつけ！光栄に思い、市民を勇気づけよ。仮にも副大統領のおもし召しである。その警護を兼ねると心し、万全の体制で臨むように。ノベンバー国際スタジアム、大芝南海岸ノベンバー市の中央に存在する最大7万人収容可能の巨大スタジアムである。アップルルース副大統領演説の演出のため、スタジアム上空で展示飛行を実施する。飛行予定時刻は演説終了時の17:30。それまで編隊を保ったままスタジアム上空を周回飛行、副大統領演説を警護する。なお、展示飛行とはいえ並走を行った上での任務となる。周辺空域に対する警戒も怠るな。ロシア大統領を代理する副大統領の前にある
同胞の歓声を。彼らはユークとバニアへの怒りに燃え、彼らを屈服させるまで戦いの矛を収めないことを誓っています。さあ、お聞きください。これで満場拍手喝采となるんだぜ。市民の皆さん、その歌を静粛に。東ボイラー室から火が当たってる。
Thank you.
市民の死者はゼロ。彼は最後まで模範的パイロットであった。ダベンポート隊へ敬礼。アップルルース副大統領は専用車により無事にスタジアムを脱出した。造園の遅れにもかかわらず市民への被害は最小限に食い止められた。今回交戦したユークトバニア戦闘機の侵入経路については現在分析中である。なお本戦闘において戦死したアルビン H ダベンポート大尉は拘束された。彼には2階級特進が授与される。Thank you.